こんにちは。日本のマスコミではあまり報道されていないだけど知っておくべき世界のニュースを分かりやすく解説するコーナー、ニュースチューブです。世界の経済や株価や FX に影響を与えそうなニュース、また世界の平和を脅かすようなニュースの表話とたまに裏話もお届けします。はい、今回はですね、来たる8月に富士山が噴火するんちゃうかというお話が出てきましたんで、今回はですね、こうちょっと素通りできない的中率今のところ 100% の予言、都市伝説好きにはもうおなじみなんですけれども、なるほど、まあ、こちらでやってなかったので、やっとこうかなと思います。はい、ではその本題に入る前に一つだけ神尾 TV からもお知らせがございます。今まではですね、神尾 TV のコロナに関連する最新情報とか、まあ、いろんなねやばすぎる裏話やってたんですけれども、ちょっと YouTube さんに怒られてもこれ以上言えなくなってしまいました。なので別の SNS で今現在やっております、YouTube では削除されてしまった動画もそちらの SNS で復活させてます。目の前でのみ動画見る方法をお伝えしております。 YouTube でね、本当もこれ以上言えませんので、見逃さないためにもまだなかったら目の前の方を登録しておいてください。お願いします。動画はリンク貼っております。もちろん一切費用かかりません。完全に無料です。そしてその削除された動画の内容は絶対に知っておいてほしいお話となっております。特に女性の方は必ず一度見ていただきたい内容となってます。ちょっとめんどくさいんですけども、 YouTube の規約の関係でリンクは YouTube で貼れないという決まりになってますので、お手数をおかけしますが、メンバーの方登録お願いいたします。お願いします。今回ご紹介するのでですね、辰木亮先生ですよね、が書かれたこの私が見た未来という漫画なんですけれども、ほう、東日本大震災の時に有名になったんですよ。で、なんでかっていうと、私が見た未来のこのいろいろ表紙にいろいろ書いてるんですけれども、こういうふうにね、これを拡大しますとこういう風になるんですよ。大災害は2011年3月という風に書いてるんですね、で、ダイアナさんが亡くなるとかいろんなことがある、書いてあるんですけれども、これが出版されたのが1999年なんですよ。おお、すごない？全然反応がない。その10年先のことを予知してたってことだろ。そうです、そうです。まあ予知というかたまたまだったじゃないですか。いや、それもあるんですけどね、そういうかもしれないんですけれども、今まで15個の予言をされてて、そのうち13個当たってるらしいんですよ、で、そのあとまだ当たってない2個は後から来るというふうに言われております。ちょっと説明していきますね、で、とりあえず話題になったのが、まあ、予知夢を見るんですね、この辰木亮さんは、でその予知、見た予知夢を、震災についての夢を見た日が1996年3月11日だと、で現実に起こった日が2011年3月11日、15年後にその日も当ててしまったっていうことで話題になったんですね、東日本大震災の時にね。で今から1999年なんで、今から22年前ですよね、にこの本は出版されてます、で有名になってからですね、もう絶版だったので、めちゃめちゃ高騰しました、価格が。今でもですね、これオークファンっていう実際にヤフオクでこう出品されてるやつなんですけれども、安くて9万とか10万です、まあ、こんなのが20万近くなってますよね、入札がこうどんどん上に行って高騰しちゃってるということです。まあ、辰木亮さん本人がですね、買わないでくださいと言ってる、もう本人曰くですけれども、表紙の出落ち打作漫画ですと、高く買って中を見る必要はないです、買わないでくださいということまで言っておられます、で、まあ、自分のね作品がそうやって高く売られるのがやっぱり嫌ですよね、作家としたらね、で、再販が決まりました、7月17日、あまりにも人気だったのでということですね。中身見たい人が多かったということですね、で、ちなみにですね、前提としてお断りしておきますけれども、まあ神尾 TV 見ている方ならばこの写真を見て オフって思う人は多いかと思うんですけれども、顔が傷つく予言、予知夢を見たためにこういう絵を描いてると、で、それゆえにですね、この片身を隠すというのは、まあ、あのお目目団さんたちのシンボルじゃないですか、で、そのシンボルをやってるんじゃないかと、その一員じゃないか、そういう漫画じゃないか、つまり311はそういう勢力があったんじゃないかとかいうふうな感じでいっぱい叩かれたらしくて、で、実際そうではないですというふうにずっと言っておられます。で、でもこれをですね、あの漫画
予知夢の内容を自分は伝えるお役目なんだっていうことで、うん、メッセンジャーとしてあの公式サイトとかねいろんなのを通して発信していると、うん、夢を発信しているという方でございます。なお、フリーメイソン。ん？フリーメイソン。うん、だからそういうの、そういうの言うのはや本当にやめてくださいという、うん、ことらしいです。すごく傷ついたらしくて。まずじゃあ当たった予言予知から言っていきますね。はい、まずはあのクイーンのフレディ・マーキュリーさんが亡くなったことですね。うん、あの夢を見た日が1976年の11月24日で、その10年後の1986年11月28日にその死がですね、うん、映画化される夢みたいですね。はい、うん、でフレディ・マーキュリーさんが亡くなったのが1991年の11月24日ということで15年後だったということですね。実際に2018年11月にボヘミアン・ラプソディが映画になりましたよね。うん、うん、それも実現したということです。で、まあ、これは発売日の前の話でしょ。うん、マーキュリーさんが亡くなってみたのは。あ、そうですよ。うんうん、だからその99年発売されてなってますけれども、それはほんまかどうかわかりませんね。辰木亮さんしかね。うん、で、ダイアナさんもそうですね。うん、ダイアナハテナんだみたいな文字のイメージの夢を見たらしくて、はい、夢を見た日がこれは1992年8月31日なんですけれども、現実になった日が1997年の8月31日ということで5年後ということです。うん、はい、まあ、これはもう漫画にまだなってないので、うんうん、まあ、辰木亮さんだけが本当のところを知るっていう感じなんですけどね。うん、で他にもですね、1982年の4月25日日本のロックシンガーが若くして亡くなる予知夢を見ると、うん、1992年4月25日に尾崎豊さんが死去ということで、はい、これ10年後だったということですね。うん、で1995年1月2日には15日か15年後に神戸にひび割れた大地という予知夢を見ます。はい、で現実に起こった日が1995年1月17日、うん、15日後だったということですね。でここまではですね1999年の前なんで、はい、ちょっと確かめようがないですよね。うんうん、でもこのここにさっき出てました通り、東日本大震災は1996年で、現実に起こったのは2011年ということですね。うん、でコロナウイルスに関しても当てておられます。はい、夢を見た日が1995年1月2日なんですけども、うん、現実になった時期が2020年の1月からということで、うん、未知のウイルスが2020年頃現れて4月ピークに消えて10年後再び現れるというようなことを言っておられますね。うん、で4月ピークに消えるっていうのはちょっと、うん、分かんないんですけれども、うん、当たってるかどうか、まあ、20年の4月とも言ってないですからまだ分かんないっていう感じですね。でまあ、10年後ということは2030年にもう一回来ると、ほう、うん、言うてます、うん、ということらしいです。まあ、他には財布落とすとかですね。はい、友達の好きな男の人の顔が分かるとか、ほう、うん、その予知夢でその人の顔を見るとか、はい、うん、で近所の公園で女性が殺害されるとか、うん、で実際に殺害されるんですね、うん、5年後にっていうことがあって、まあ合ってるんですよ。いや、東日本大震災が合ってへん。東日本大震災以外も考えようによっちゃ合ってるんですよ。合ってるでしょ。まあまあまあ、だからこれ都市伝説ですからね。はいはい、そんなん言い始めたら楽しくないじゃないですか。でもこの それは本当に大事な考え方で、めっちゃみんな盛り上がってますけれども、うん、ネット界隈で、いや実際1999年前だよねっていうツッコミはもちろんあっていいと思いますね。うんうん、で、まあ、辰木亮さん自身はですね、うん、2つ以外も全部当たってますと、2つが来ないとは考えにくいですということを言っておられます。うん、辰木亮さんはこの漫画の中で大津波の夢を見るんですけれども、うん、それがですね東日本大震災じゃないと言ってるんですね。うんうん、だからこれから来るんだと言ってるんですよね。はい、2つまだ来てない2つっていうのは何かっていうと、うん、富士山の大噴火と、はい、神奈川県に大津波、神奈川、へー、うん、らしいです。うん、
まあ、実際富士山の噴火はね781年から17回噴火してるらしいんですけれども、うん、1707年以来してないんですね。300年噴火してないんですね、うん、はいはい、だからもうそろそろ噴火するんじゃないかとずっと言われてます、うん、南海トラフについてもそうですよね、うん、南海トラフかどうか分かりませんけれども津波で、富士山の噴火はですね1997年8月20日に夢を見たと、はい、で現実化する時期は2021年の8月なんじゃないかと、うん、日付はちょっと外れることもあるので特定はしないけど8月じゃないかというふうに言われています、うん、で、まあ、最長は1991年から150年後の1141年の8月だと、うんうん、絶対当たるよ、はい、いやいやいや幅が8月その何ていうの15年刻みなんですよ、うんうんうん、15年刻みでだから15年後30年後45年後の8月それここまで当たったらいいでしょ。いやそれ15個予言していたら誰でも当たる、でもう一個、うん、神奈川県横浜に大津波ということで夢を見た日がですね1981年6月から9月、うん、だから現実化するのは2026年の6月から9月、うん、ということらしいです、うん、まあ、最長はですね2131年の6月から9月と、うん、これも15年刻みでね、うん、はい、で一番直近やったら今年の8月に来るかもしれない、うん、はい、ということなんですよ。ああ怖、ああ怖。だけど信憑性が僕すいませんね、辰木亮さん本当に申し訳ございません。まあ都市伝説として、ね。都市伝説、うん、まあでもちょっとどっかでね考えてたらいいかなと思うんですけれども。うん、あちなみに、あでも富士山が噴火するのはまあ南海トラフが起こるのはまあほぼ確実な話なんですから。そうですね。それに備えるってのは大事ですよね。うんうんうん、これをどうこう関係なくね。これを機会にね。うんうんうん、で311を見た日と311の夢ね、うん、東日本大震災の夢を見た日と同じ日1996年3月11日にこんなメッセージが降りてきたらしいんですけど、降りてきたというか見たらしいですね、うん、夢の中で、いつどんなことが起こるか特定できず済まない、災害は15年後ではなく15年ごとの5日に起こる、うん、富士山噴火も大津波も2020年よりあと必ず法則の年に起こる、うん、少しでも被害を減らしたければ何時の言葉を信じない避難する者たちの中に勇気を持って飛び込むのじゃ、うん、というねメッセージがあったらしいですよ。ほう、うん、仙人かなと思ったんですけど僕はじゃって言ってるから、うんうん、単純かまあでも辰木先生の考察としては、うん、現代の科学者グループが少しでも被害を減らしたいので特定の人に夢で未来を見せてるんじゃないかと、ほう、なんかつまりすごいなんかメッセージとかじゃなくて科学的なやつっていうこと、うん、未来を見せるやつよ。キュアノンの話とかであったけどさ、うん、プロジェクトオブルッキングラスっていうやつ、あ、はいはい、未来を見るプロジェクトね、実際にそういうの、うん、ほんまに研究してる人たちいるんで、うん、いるらしいんで、僕見たことないけどね、直接会って話したことはないけどいるらしいんで、まあ、日本でもそういうこと、日本か分かんないけどそういうことをやってる人が、現代の科学者が辰木先生にそれを見せたんだと。えでも20年前に見せたってことでしょ。そうそう、20年前の科学者が。そんな科学あったの。あったんよ。そんな誰かに夢見させるんやったら地震予知とかの方ができそうやけど。いやなんか夢見せたんよ。そういう実験的に見せたんよ。うんうん、まあまあいろいろねこういうのはこう調べ、まあ興味ある人は調べていったらどうかなと思いますよ。うん、そういうわけで今回はですね。うん、まあ、当たるかどうかは置いといてですね、そろそろ、はい、まあ、被災の準備というかね、うん、もう何があっても生きていけるような準備を始めてもいいのではないかという、はい、きっかけ作りにこのお話させていただきました、うんうん、まず何用意しようかなって、僕はこの話を聞いてやっぱりな、まず何用意しようかなって考え出しますよね。あ、はい、うん、その話僕ずっとしてますけどまだ準備してないですか。いや知ってるよ、ちょっとずつ。家族で話し合った、うんうんうん、避難場所とか、うんうん、ないやないかまあまあ命あればいいっていうので、はい、いや合流まずしないとね、そこだってその時連絡取れへんからめっちゃ心配になるやん。ああ、いやまあしょうがない、ね、まず安否確認できれば、そう、ね、生きていく力はより希望見えますけど、お子さんとかだったらもっと大変やで、そうやな、うん、ちゃんとどこに逃げるかとぐらい話し合っとったらいいだけの話だ。
そうしよう。それも1年以上前からやってるけどな。まあ改めて、改めてね。そうね、うん、こういうのが、この漫画、あのことをね、思い出して、こう、うん、もう一度考えるきっかけをいただいたと、はい、いうことですよ。はい、うん。なんかごめんなさい、なんかこう、うまいこと信憑性のあるように語れなかったですけれども、まあ信憑性はないですからね。きっかけをいただいたきっかけを、まあ、一つの、ね、そうそう、面白話として、うんうん、そうそう、でもほんまに8月来るかもしれないね。来たらちょっとまた話は変わってきますよね。ね、来ないっしょ。いや、たまたま8月になるかもしれない、うん、でもいつかだって噴火すんねんから、それは当たり前や。いつかは噴火すんねんからね。うん、うん、それがもっとたまたま8月になるかもしれんから、まあまあそうだね。ということでちょっとは準備していきましょうということですね。あ、準備はもちろん絶対大事ですよ。というわけで今回は終わりにさせていただきます。はい、ではね、神の手はこの辺のまあ都市伝説というかね、こういういろんな話、またある意味こういうちょっと面白い話というか、でも考えさせる話をまたやっていきたいなと思っております。あと冒頭で言ったようにコロナに関連する裏話とかは、今別のところでやってますので、そちらのご案内を送りさせていただくために、まだの方の方を登録しておいてください。動画用リンク貼っております。もう都市伝説ばっかりやるチャンネルになります。登録お願いします。この動画が良かったと思われた方はぜひいいねもお願いします。動画は、ね、この動画に関する詳しい説明と Twitter、Instagram のリンクも貼ってますので、ぜひ見てみてください。それでは今回も見ていただきましてありがとうございました。そうなったフレディ・マーキュリーの裏話とか、ダイアナさんが亡くなった裏話とか、もっとおもろい話いっぱいあるけど。いや、もっとおもろい話いっぱいありますね。うん、うん、まあでもそれとこれとは関係ないじゃないですか。はい、うんうん、話し上げるコーナー。待って俺フレディ・マーキュリーさんの裏話は知らんねん。あ、めっちゃおもろい裏話があります。あ、本当に。でも今は大喜利なんで。いやいやいや、それをおまけにしてくれよ。それこそおまけのあれやないか。うん、奈良内先生、はい、予知をお願いいたします。いきます、3、2、1。奈良内先生、予知をお願いいたします。15日後に、ゆいちゃんが足の小指をぶつけます。りょうなんが足の中指をくじきます。もうちょっと夢のある予知してもらって、お前やー、面白いやつ、災害的な ね、 あ、まあ、やね、気をつけます。15日は気をつけてください。なよみ先生、予知お願いします。8月に、お、今年はお、いつもより、はい、ガリガリ君が売れます。どうですか。まあ僕は丸でいいと思う。僕なら丸ですけどね。お前ら、お前ら相談すな。相談をすな。クリティカルヒットではなかったみたいな。いや、そりゃそうですね。お姉ちゃんレベル上がってしまってるから。もう審査員として笑ってくれへんようになってるからね。昔やったらなんかね、うん、なんかわけわからんこと言っとったら笑っとったんけどな。わけわからんこと言ってください。だから、おー、なる先生、ゆいちゃん結婚今年中にできますか。お、いやいや、そこはもうできないを食い気味に言っただけで受けるから。お前お前じゃあね、タイミングを逃してしまったから何かもうひねって言わなあかんじゃん。うん、できへんわ。できるか。できるか。いや、これセクハラやろ、セクハラ。で、最後に神尾 TV どうなのかズバリ言ってもらって締めてください。奈良先生、予知お願いします。神尾 TV は今年チャンネル登録者25万人超えます。普通に来たな。お前目指しますたらの目標や。絶対に予知じゃなくて達成します。予知じゃなくて抱負や。頑張ります。頑張って25万いきますから。頑張って。目標としては低いな。確かに登録してね、あとは100人ぐらい多分。